お疲れ様でした。お疲れ様でした。この後飲み行く。行って行って行って、よいしょ。そうなんです、皆さんお察しの通り、私動けるんです。じゃあレポーターがやってみたい。いいじゃないの、そういうの待ってた梅田ちゃん。じゃあレポーターやってみましょう。私には本当にしたいことがある。じゃらーん。それは泳ぐこと。一度でいいから水が私を包み、そしてその中を切っていく感覚を味わいたい。もし一度でもそれができたら、一生腹話術の世界しか知らなくても我慢できるかもしれない。